ヨガをやってる人は筋トレは良くないですか？以前筋トレをしていた時に肩周りとか、太もも周りが硬くなって動かしづらかったので、ヨガ、筋トレは相性は悪いですか？っていうご質問です。全くそんなことはないと思います。全くそんなことはないです。ヨガの良さは体が柔らかくなりやすいことです。ただ、ヨガの悪さは筋肉がつきづらい可能性があります。筋トレの良さは筋肉がつきやすいです。だけど筋肉、体は硬くなりやすいです。あれ？犬猿の仲？みたいな。犬猿の仲ってわかります？犬と猿って仲悪いんですよね。犬猿の仲、本当に犬と猿って仲悪いんですかね？なんか犬と猫の方が仲悪い気がするけど。まあ、猿は周りにいないからかな。で、何が言いたいかっていうと、筋トレの要素をヨガに入れてあげる。とか、ヨガの要素をトレーニングに入れてあげる。っていうふうにすると問題がないです。何が言いたいかっていうと、筋トレをしてもいいです。で、ただ、ちゃんとその後にストレッチをしましょう。体の疲れを残さないようにしましょう。ってことを言えるかなと思います。ちなみに、無駄に柔らかくしすぎるのはヨガの悪い癖です。無駄に筋肉をつけるのも筋トレの悪い癖です。なので、筋肉つけすぎると、例えば、イーグルとかができなくなったりします。ボディービルダーってわかる？ボディービルダー。ボディービルダーってもうここに筋肉がありすぎて気をつけができないの知ってる？とかもう筋肉がありすぎて背中が手が届かないとかっていうのがあるんですよ。あれはボディービルダーの人たち、見せる筋肉をつけてるので、それでいいのかなと思うんですが、はい。ヨガは、見せるものではないですよね。自分がハッピーになるための一つ。なので、ハッピーになるために必要な筋肉もあります。例えば、富士山まで登りたいんです。ならやっぱり足の筋肉つけなきゃいけないし。ヨガだけでは足りないかなと思うので。なので、一概に、ヨガやってる人は筋トレしちゃいけないよってわけではないと思います。回答になってるかな？回答になってるかな？